っちり掴みましたね。あ、なるほど。おお、ボールですね。おお、ワクワクバラエティーもっとファンカー。本日のコーナーはこちら、なりきりクレーンゲームマスター。本日も我々のクレーンゲームの先生、あやちさんと一緒にクレーンゲームをガチ攻略してまいります。本日の運営はこちら、無限エッグ缶運営。缶の形が卵缶でめっちゃ可愛いですね。可愛いですね。実はもっとファンカーで別の似たようなやつを攻略してます。無限球缶運営やったんですよ。まず上から下の段に缶を落としていくんですよね、はい、ある程度下に溜まったらアームで小突くかなんかしてカコンカコンみたいな、ビリヤード的に押し出すような形ででしたよね。そうです、前回同様同じような考え方で下にたくさん落としていただいて、はい、はい、行ってみますか。行ってみます。さあ参りましょう、攻略スタート。ワクワクバラエティー。アームがちっちゃいので手前から行こうかな。これを下にコロンって落としたらいいかな。コロン、はいはい、おーい、おー、あー今ちょっとあー、なんか奥がせり出してるからこれを乗り越えるかどうかよね。アームの開き幅的に横向いてても掴めるの。あ、いける、横いけますね。おー、掴めるね。がっつり、ちょっと狙いづらいは狙いづらいけどガッチリ掴みましたね。あ、なるほど。おおおおおお、なるほど。もうちょっと増やしてた方がいいかな。そうですね。コロン、おお、たまるな。おお、ラッキー。やば、いけいけ、もうそのまま落ちちゃえ。そのままいけ、もういっちゃえ。いかないか、いかないか。なるほどね。でもここビリヤード狙えそうですね。ビリヤード行ってみますか、早速ですけど。したらあの手前が押し出されたりな、あれあれれれ、あれれれれ、あー、おー、ダメだダメだ。前やった時は下が混み合ってきたら混み合ってるところのやつをつついたりとかスピンかけたりとかして落としてたのよ。ちょっとそれ挑戦してみようかな。真ん中から一個左のやつにアームを刺してみる。もうちょい手前でよかったかな。あ、ダメだ、両方入っちゃった。ああ、あとそうか。おお、痛い、おお、痛い、おお、痛い、やった、やった。狙いとは違ったけど、まあまあまあ、でもそういうことですよ。もう一個、二個行ってみましょうか。おお、いいとこ入った。これ、あやち先生、どうなんでしょう。この状況だったら上からどんどん増やしていくのがあり、アームで押し出してもいいんですけど、そうですね、転がりにくい、転がりにくい、不規則な動きをしてしまうこともあるので、落とした衝撃で、なるほどね、落としてもらうっていうのもありかもしれないですね。おおおお、よし、そう、狙い通り、いけ、いけ、そしていけ、おお、怖いから、おお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 、よしよし、なるほどね、ライドしてくるんですね。ビリヤード的に行きそうだけどね。ただどんな動きするかが分かんないんだよな。ダメだ、え、もうさ、上の残り少なくなってったから、目いっぱい上から落としてったらどれくらい落ちるのかっていうのもせっかくだからやってみようか。行きましょう。よし、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 まあ三つ突だし、こんなもんにしときますか。エッグ缶ゲットでーす。もっとファンカー、はい、お疲れ様でした。これさ、うん、コーンも回るし、うん、コーンも回るし、若干グリングリから予測ができないんですよ、うん、難しかったね。こういう状態で乗り出してても落ちそうな気がするけど、やっぱり重心は後ろの方にあるからなかなか行かなかったりはしますね。しかし攻略法としてはビリヤード的に落とすとか、上からとにかくたくさん持ってきて落とすとかっていう感じですかね。はい、あやち先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。クレーンゲームをプレイしていて何かお困りのことがございましたら、お近くのスタッフまでお気軽にお声掛けください。これで頑張ってください。本日はこの辺りでお別れいたしましょう。また次回ワクワクバラエティもっとファンカー、なりきりクレーンゲームマスターのコーナーでお会いしましょう。それでは皆さん、またね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしてます。